バウアー神だった。安脇選手のツイートに対しバウアー選手は擁護、安脇選手を自分の友人と語っています。バウアーって野球への熱意だけは本物だからな。二極化の思考しか持てない南人移民とは大違いや。聞いてたバウアーと違う。まあレイチェルやら球団やらから日本ではおとなしくしててくれって言われてるんかもしらんけど、どこが問題児なんだこいつ。ワイはバウアーの日本での挙動と所作を先に知ったから、ボールぶん投げるやつとか MLB と揉めたやつとかシンダーガードとの熱い煽り合いとか最初見たとき目を疑ったわ。まあバウアー自身は何とも思ってないのは間違いない気がする。結局球団批判へのごめんなさいはしなかったのかよ。バウアー最高すぎるやろ、絶対一度は見に行きたいわ。バウアーの好感度だけ上がっていく。こいつマジで MLB から追放されるようなことしたんかって思わせる異現状まともやぞ。やっぱりバウアーって神だわ。バウアーはちゃんと日本のファンと向き合おうとしてるのが伝わるから良いわ。今まで何があったかは関係ないから勝ってほしい。ご視聴ありがとうございました。